四国の右下、徳島県海部郡。北から南町、麦町、海陽町をドライブで巡る女子二人旅。海あり、食あり、絶景あり。さあ、一緒に行ってみましょう。ここは夢と緑と黒潮の町、麦町。南阿波サンラインを通って麦町へ向かうルートがおすすめです。途中には4カ所の展望台があります。空も海も広くて気持ちがいいですね。今日の目的地は麦町の沖合にある手羽島です。手羽島へは麦港から連絡船で15分。海の方をよーく見ると、運が良ければ野生のイルカに出会えるかもしれませんよ。手羽島に到着です。周囲4キロのこの小さい島は江戸時代から漁業で栄え、今も昭和初期の伝統的な漁村集落の景観が残されています。手羽島には自動車がないため、猫車と呼ばれる手押し車が今も大活躍。民家には店作りという折りたたみ式の板戸があり、開けば縁側に、閉じれば雨戸に早変わりします。ここは手羽島の氏神様を祀る手羽神社。昔からこの島で生活する人々の営みを見守ってきました。さあ、島の散策を存分に味わったらちょっと一休み。古民家を改修した交流施設、鳩の家へ行ってみましょう。ここでは手羽島の郷土料理を味わうことができます。これはお祝いの日に作られる島そうめん。煮魚の出汁を再活用した島の知恵が隠されています。手羽島の町並みは国の重要伝統的建造物群保存地区に指定され、これからも後世へ守り伝えていきます。他にも天然記念物大うなぎなど見どころがたくさんあります。ぜひ生きた昭和の風景にノスタルジーを味わいに来てください。